続いて、今コロナ禍でまともに大会がなくてモチベーションが保てません、うん、堀口さんならどうやってモチベーションを保って練習してますか。絶対来ることじゃないですか、試合っていつかはやってる限りは。だそれに向けて頑張ればいい。なんだろうな、その手前のことだけを考えなければいいんじゃないですかね。マスミダレとの面白いエピソードがあれば教えてください。ないなないんですか。仲いいですけど面白いエピソードっていうほどのあれはないですね。エピソードあんま出かけないんですか。何回かしかないですね。スクランブルエッグは好きですか。好きです。はい。次コウさんに来てますね。カラオケ行ったとしたら何歌いますか。一曲お願いします。ファンがきついっす。はロイが歌いだ。サザンオールスターズが好きです。で歌はパスでお願いします。ちなみに教授君はカラオケ行ったら何歌います。あんまカラオケ自体行かないですからね。行かないとのことでした、うん、はい。教授はどんぐらいエッチなんですか。知らんな、そんなの。どのぐらいって比較するあれが分かんないじゃん。まあこうと比較したら、はい、多分もうゲのゲで本当にこうはすごいからマジで、うん、こうはってお前ふざけんな次、自分も格闘技をしています。調子に波があります。試合に向けてコンディションを整えるコツやルーティンはありますか。ないです。いつでも平常心が一番自分はいいと思っています。はい。たくあんは好きですか。はい。猫は好きですか。はい。堀口選手は柔術何帯ですか。青帯です。青って何番目なんですか。2番目です。白の次青です。次、メンタルの保ち方や緊張しない方法などを堀口選手の観点で知りたいです。まあやっぱ経験じゃないですか。いろいろ経験すると緊張しなくなる。空手をやってるものです。 MMA を最近始めたばかりなのですが、スパーがまだ全然慣れなくて、スパーの上達のコツや上手なカウンターの取り方、どの種類のパンチが来るか見極める方法などを教えていただきたいです。多いな。まあ自分でやっぱりそれって感覚で覚えるものなので、まあ、人にこう言葉で説明したところで多分わからないので、まあ、その感覚を練習して養ってください。格闘家としてトップに立つために一番大切なことは何ですか。なんだ一番 大切なことって。平常心。健太さん、強さじゃないですか、単純に。ああそういうこと。強いから1位なんだから。もうそうだね。フロリダで一番食べて美味しかったものは何ですか、ケンタさん。それはもちろんブラジル料理でしょ。うまかったの。いや、うまかった、うまかった。2回目行った時、なんだろうね、すげえうまく感じて。うん、そう。教授くんはなし。飽きてますか、もう。あ、でも強いて言えばアサイボール。そういうの食べるんですね。やっぱおしゃれ通なんで、自分みたいな。メンバーの佐野さんとは同い年だと思うのですが、敬語で話されてますよね。普段も敬語で話してるんでしょうか。タメ口では話せないのですか。まあ基本敬語ですよね。もともとが入りがそのジムで教わってたんで、うん、多分その流れで敬語のまま来てるみたいな。佐野くん年下とか年上関係なく基本的にみんなに聞くんですよね。うん、そうですね。でも自分もそんな感じですけどね。確かに加藤所属を相手にするときぐらいじゃないですか。そうかな。アメリカになるのは、うん、拠点をアメリカに移すと決めた際にフロリダの ATT に決めた理由は何ですか。まあ一番設備が整ってる、まあ人数が違う、その小さい階級の選手もいっぱい。他に候補あったんですか。まあ何個か行ったんですよね。でもまあやっぱ一番施設が整ってたりするのが ATT だったんで ATT にしたって感じです。一番覚えている激しい兄弟喧嘩を教えてください。どっちが勝ったかも。それはもちろん鉄アレイでしょ。どっちが勝ったとかじゃないんですよね。俺がまあ基本泣かすんですけど、その泣かした跡がまだあるんですよ。でその時にこいつは凶器を使うんで、その時は俺はもう逃げます。だからじゃあ結局は俺が勝ったってことか。いや違うでしょ、もうルール違反で退場で。お前はルールないから喧嘩に。いやいや、ある程度あるだろ。その時に使用した凶器が鉄アレイ。鉄アレイだったりエアガンで狙撃されたりいろいろあるっすよ。川に突き落とされた時もあったっすからね。過激だな、兄弟喧嘩が。でも、うん、コウのとこもそんな感じでしょ。まあそうっすね。自分なんかもう兄貴が2人いたんで、次男に
よくやられたっすけどね。あの3兄弟とかいるんですか？兄弟喧嘩とかありますか？3兄弟で次男なんですけど、別にそんな激しいのはなかったですね。どういう喧嘩ですか、サルさんは。そのお兄ちゃんがゲームやってる時に走り去ってって、その時にカセットにバンって当たってデータ全部消えちゃって殴られるみたいな、そんぐらいの感じ。殴り合いとかっていうよりは一方的に。ゲーム絡みの喧嘩多かったな。サルさん何兄弟ですか？うちも3兄弟の真ん中ですよ。スマブラでマウント取ってました。うちは占いとは信じますか？信じない。人間関係で大事にしてることを教えてください。心。化粧水とか塗りますか？塗らない、堀口教授を弟に持ってよかったこと、逆に困ったことがあれば教えてください。なんすかね。その、まあ、今でこそそうやってファンとかついて教授って周りから言われてますけど、別に俺とかこうとかからしたらもうちっちゃい時から知ってるから、教授は教授であるんで、まあ強いて言うなら、いろんな人に俺も会わせてもらいましたね、教授のおかげで。だって佐野さんとか田中さんだって教授がいなかったら会ってもいないわけで、うん、ATT のマイクだったりとか、そういうのはすごいいい経験になってるんじゃないですかね、自分にとっても。逆に困ったことってあります？困ったことは特にはないんじゃないですかね。一個あったっす。この間声かけられて、お兄さんですよねって。でもお兄さんですよねって言われても、俺なんか試合も出てるわけじゃないし、ちょこっと YouTube に出てるだけなんで、それで写真撮ってくださいって言われても、なんかすいませんって感じになるんです。俺は教授じゃないですけどいいんですかって聞いたんですけど、その時。健太さん的にはそっとしておいてほしいですか？まあそっとしておいてほしいっていうか、俺でいいのっていう感じです。チーム堀口の皆さんが〇〇なら堀口教授に勝てる、あれば教えてください。あ、それ企画にしたらいいんじゃない？その今答えるんじゃなくて。昔からゲームは得意だったんで、でもゲームだったら勝てるっすね。まあ、やってみたいのはあのスポッチャとかでちょっと違う競技で対決みたいな。コウがゲームって言っちゃったからな。今現在勝ってるとしたら、バイク持ってて免許も持ってますっていう。でも資格があるかないかの問題ですよね。まあそうですね。でもだから勝つってなったら俺ゲームっすかね。僕は一般常識テストだったら勝てんのかなと思ってます。間違いない。あ、なるほど。あ、生まれ変わったら何になりたいですか？生まれ変わったら海の生物になる。広いから海の中を探索する。はい、もう小学生の夢みたいに。最近の面白かったエピソードをお願いします。はい、堀口選手が MMA ファイターとして活躍し続ける原動力は何ですか？もう好きだからかな、格闘技は。最強の堀口選手でも舌を磨くときにおえってなりますか？いや、毎回なってうわーってなってます。田中さんは野球でどこのポジションをやられていたのですか？ピッチャーやってました。教授君と佐野さん、もうそろそろ敬語ではなくてフランクな感じでコミュニケーション取ってほしいな。まあ、これはさっきも言いましたけど、その企画も取った方がいいですよね。企画でやりますか？やりましょう。うん、まあ、ちょっとあれじゃないですか、ね、敬語使ったら罰ゲームとか。誤解のないように言っておきますけど、決して仲が悪いわけではないと。佐野さんの性格的に敬語を使うというだけです。いや、多分お互いですね、性格っていう意味では。続いて質問ではないですが、帰国した際にはぜひファンとの交流イベントを開催してほしいです。まあ、そのファンクラブを新しく立ち上げたんで、まあ、そこでやりたいなとは思ってますね。心が折れそうです。心が折れそうだった時はありましたか？またどうやって乗り越えてきましたか？これ見返したらかっこよくないとか、はたから見るっていうか、そうするとなんかピンチをチャンスにできんじゃんみたいな、そういう感じになる。考え方を、発想を変えるみたいな。教授さんは猫を飼う予定はありませんか？あ、飼いたいなと思ったんですけど、猫だとこう家を傷だらけにされちゃうと思うので、そういうので犬にしましたね、はい。あとはやっぱピットブルーに出会ってから。続いて、地元高崎の魅力をいくつか教えてほしい。やっぱりまずはだるま大使があることかな。だるま大使ってあれですよ、ラーメン屋ですよ、ラーメン屋。まあだるま自体も有名ですけど、あれこうも行ったことあるよね、だるま大使。何回か教授と行ったことあって、ね、うまいよね。細麺のところだよね。あ、細麺で、なんか替え玉できるところでしょ。そう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 、覚えてる覚えてる覚えてる、うまい、うまい、うん、魅力それだけですか？いやいや、まだありますよ。だから自然豊かとか、釣り場がいっぱいある。試合前に呼吸を整えられていますが、リラックスするためにやってるものですか？やっぱりその炎の呼吸を使うためかな。
はい、よくわからないです。出場して花道ぴょんぴょんしてますが、その時何考えてるんですか？やっぱりその呼吸で呼吸法を大事に、脚力どんだけ上がるかなみたいな、やっぱりちょっと影響されてるかなっていう。これも真面目な回答として捉えていいですか？うん、そう。だんだんもうサジ投げてきてますこの人。扇久保選手ともう一回やりたいですか？やりたくないです。俺は別に、だって何のメリットないですからね。堀口選手は何でもできるオールラウンダーだと思ってるんですけど、その中でも唯一自分が思うファイターとしての弱点あったりしますか？こちょこちょされること。こちょこちょって反則なんですか？ちなみに。いや多分大丈夫じゃないですか。でかい階級のやつに抑え込まれてこちょこちょされたんですよ。いやこれはっきり言って抑え込んでこちょこちょずっとしてやタップするでしょって、ちょっと強いんじゃないこの技と思って。でもさ、ルールでそれさ明確にダメってなってないんじゃない？なってないよ。 そうだよね、カーフに続く新しい技じゃない。多分そうなると思う。次、息子に教授って名前つけていいですか？つければいいじゃないですか。はい、メンバーが教授さんの一番尊敬しているところはどこですか？まあ、なんか誰に対してもなんていうんですかね、まっすぐというか平等に接するところですかね。やっぱたった一人で海外行って誰も知らないのにそこでやってってんのは本当すげえなって弟ながら思いますね。そうっすね、僕もまあ空手とかそういう武道つながりになっちゃうんですけど、うん、まあちっちゃい頃からやってて、まあ、自分はもうとっくの昔に現役引退しちゃったんですけど、今でもやっぱ続けてるのはすごいっすよね。僕はブレずに芯が通ってるところですかね。日頃の体のメンテナンスの仕方や心の持ち方を知りたいです。まあストレッチを念にする、あとはそのハイパーリロードとかで、まあ、あの凝ってるところとかをマッサージする。これでこうスイッチをつけて、あマッサージ機なんですけど、それでグイグイグイってやること。ありがとうございます。で、教授さんはディズニー好きですか？全然好きじゃない。あでもトイストーリーは好きです。好きな女の子をどうアタックしたらいいですか？アドバイスください。ド直球にも言うしかないです。好きです。うん、続いて現役引退後は何をしたいとかってありますか？なんかあります。いちご好きですか？いちごはまあ好きっちゃ好きかな。フロリダで釣りをしていてワニに遭遇したことはありますか？ありますよ。ワニがルアー食べてきたことありますよ。前回僕らがフロリダ行った時にちっちゃいワニいたじゃないですか。はいはい、ああいうのが噛みついてくるんですよ、ドアに。たまにでけえのも噛みついてくる。でもでけえのは頭がいいんですよ。だからあんまりこう簡単には食わない。そう、威嚇のためにガンと来ますけど、食いつきはしないです。釣り竿は何使ってますか？今までで一番の釣果は。釣り竿は別にあんまり凝ってないですね。まあ、今はアブガルシアを使ってますね。で、釣果、毎回釣り行けば何かしらは釣れてます。質問ではないですが、受験が終わった学生に一言お願いします。頑張ったね。続いて笑ってください。続いて童貞ですか？はい。格闘技を始めたいと思っているのですが、何がおすすめですか？今大学生です。いや自分が何が好きかじゃないですか。寝技が好きなのか立ち技が好きなのか、それによって答えは変わってきますよね。ただただ好きです。ありがとう。声飛んじゃってるよ、もう。結婚願望はありますか？うん、まあいつかはしたいなっていうのはありますけど、わかんないですねまだ。日本の中で行ってみたい場所はありますか？なんか大物が釣れるところ。ラオフェンストッツどう思いますか？彼の煽りや強さについて。あんまりその映像まだ見てないんでわかんないですけど、まあ強い選手だなと思いますね。続いて、堀口さんが老後にしたいことは何ですか？釣り、はい。髪型についてなぜ坊主なのですか？坊主じゃねえよこの野郎。あ、じゃあ最後の質問ですね。今まで対戦した相手で一番強いと感じた選手は誰ですか？覚えてない。覚えてない。コメント100問答えてきましたけど、どうでした？はい、難しいですよね。質問で聞いてきてることに関してあんまり答えられないことが多いじゃないですか。まあそうですね、難しかったなっていう。定期的にできたらいいですね、この質問コーナーは。ちょっとあの100問、はい、定期ちょっと減らします。数10のこととかでいいんだよ。
じゃあ京次くん締めてもらっていいですか。ありがとうございます。田中のせいで1時間と24分の撮影時間になりました。俺のせいではないんだ。この質問をやってみました。メンバーに多分皆さん興味があると思うので、メンバー一人一人に犬のことの質問をお願いします。コメント欄に書いてください。お願いします。じゃあこの動画が良かったと思ったらグッドボタン、悪かったと思ったらバッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。